統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。新潟競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、1レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと、 3レースと8レースと10レースの4つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。新潟競馬1レースの本命馬から解説していきます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列。右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。 黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、さまざまな適正分析が可能です。例えば、枠順は緑の四角でプロットしています。本命馬は2枠2番、クライスレリアーナです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は49%を見込んでいます。まず 本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の43で連帯目安の黄色線を5上回っています本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の36で本命馬のピーク指数に対して7下回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の43で本命馬のピーク指数と同等です この馬に好条件となれば逆転の可能性があります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1 8 0 0メートルとなります指数がピークとなっているところは 一層前は紫の丸が1600、1600が適距離ですが、過去1年、1600以上の出走履歴がありません。1800への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前はオレンジの四角が7番手からの競馬です。 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は28で4位です上がり指数は77でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方距離適性がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです 以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。適正面には多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は49%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 前のレースと同じ新潟競馬から次のレースを紹介しますそれでは指数グラフに切り替えます新潟競馬8レースの本命馬から解説していきます本命馬は4枠7番アムールドパリですこの馬の偏差値ランクは A ランク勝利確率は39%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と 他バとの力関係から見ていきます。金走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、3走前の指数の70で、連帯目安の黄色線を10上回っています。一方、最低の指数となっているのは、4走前の指数の56で、黄色線を3下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。 まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、3走前の指数の69で、本命馬のピーク指数に対して、1下回っています。最低指数に対しては、13上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、 4走前の指数の73で、本命馬のピーク指数に対して3上回っています。最低指数に対しては17上回っています。この馬の通常パフォーマンスでも、逆転の可能性が非常に高いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも十分に逆転の可能性があり、かなり大きなリスクがあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距距離離適正から見ていきまます。す。す。はは紫色の丸です今回はとなります指数がピークとなっているところは3走前は紫の丸が1800、1800は的距離です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは 3走前はオレンジの四角が3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は82でトップです上がり指数は58でトップです楽に後位につけられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます適正面のリスクは低そうです 以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも十分に逆転の可能性があり、かなり大きなリスクがあります。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は39%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。 しばらくお待ちください。中京競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、7レースと8レースと10レースの3つのレースとなります。 高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。中京競馬8レースの本命馬から解説していきます。本命馬は2枠3番名称クーガーです。この馬の偏差値ランクは a ランク勝利確率は4。1%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。 金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは3走前の指数の73で連帯目安の黄色線を8上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の55で黄色線を9下回っています本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは3走前の指数の69で本命馬のピーク指数に対して4下回っています最低指数に対しては14上回っていますこの馬に好条件となれば逆転の可能性があります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは 一層前の指数の68で、本命馬のピーク指数に対して、5下回っています。最低指数に対しては、13上回っています。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が高く、大きなリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。 距離は紫色の丸です。今回は1 8 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、3走前は紫の丸が1800、昨年の10月は1800、1800は敵距離です。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、 三走前はオレンジの四角が4番手から昨年の10月は3番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は72でトップです上がり指数は56でトップです高い先行力と上がり指数でちょい差しが効くと思われます以上より本命馬の適性は距離適性と 展開面が高評価できます適正面のリスクは低そうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が高く大きなリスクはあります適正面のリスクは低そうです冒頭この本命馬の勝利確率は41%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません 推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください札幌競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは本日ありません本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは本日ありません 高評価の本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます札幌競馬7レースの本命馬から解説していきます本命馬は6枠7番スノーホルンロードですこの馬の偏差値ランクは b ランク勝利確率は35%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます 金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは5走前の指数の64で連帯目安の黄色線を7上回っています一方最低の指数となっているのは2走前の指数の37で黄色線を20下回っています本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の66で本命馬のピーク指数に対して2上回っています最低指数に対しては29上回っていますこの馬の通常パフォーマンスでも逆転の可能性が非常に高いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは 5走前の指数の64で本命馬のピーク指数と同等です最低指数に対しては27上回っていますこの馬の通常パフォーマンスでも逆転の可能性が非常に高いです以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも十分に逆転の可能性がありかなり大きなリスクがあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます 距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 0 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、1走前は紫の丸が1000、5層前は紫の丸が1400。1400が敵距離ですが、1000も守備範囲です。展開面を見ていきます。レース展開は、ハイペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは1層前はオレンジの四角が5番手から5層前はオレンジの四角が4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は63で3位です上がり指数は43でトップですまずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです以上より本命馬の適性は 展開面が高評価できます適正面に大きなリスクはなさそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも十分に逆転の可能性がありかなり大きなリスクがあります適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭この本命馬の勝利確率は35%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません 推奨の本命場としてはリスクが高そうです。